弊社です、ねえーあの、2008年にです、ね、フェア,アウトパートナーズさんと FOE ジャパンさんです、ね、に出会いまして、えー、本当にあの劇的にです、ね、会社が変わり、私の人生も全くです、ね、今、違う人生を歩んでいるというぐらいにです、ねえー、本当に大転換が起こったんですけれども、えー、そのです、ね、弊社の大復活劇についてです、ね、今から10分間です、ね、お話をさせていただきます。 でですねこれちょっとあの極秘資料なんですけどもまああのちっちゃい字なんでねあんまり見えないんで、えー、今日持ってきちゃいましたけどもこれ弊社のですね売り上げと利益率のグラフなんですねで弊社今ですね第20期目をです、ね、1996年創業で20期目なんですけどもこれ見ての通りですね防戦グラフが売り上げです。えー、まあ,あ えー、12期ぐらいまででしょうかね、ずっとあのどん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 ですね右肩上がりで、まあ、売り上げがです、ね、伸びていくんですけども、一方、ですねあのこの折れ線グラフがですね、えー、相反するようにですねどん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 加工,加工してきまして、売り上げが,が伸びるほどですね、えー、利益率が落ちていきまして、最後はですね、えー、ちょうどあのここが。 えー、そうですね真ん中辺が損益分岐点なんですけども、えー、10年ぐらい経ってからでしょうかね赤字に転落いたしまして、えー、どん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 ですね、えー、赤字が累積していって、えー、なんとですね2008年の、えー、ちょうど真ん中のオレンジの線の時にですと、ね、これドカーンと。 えなんと1年間で1億円の赤字をですね計上するに至りました、でこの時にもうほ,とほとんど瀕死で、もうですねさっき言いましたけども、もうあのこのまま会社経営してると、ですねもう一貫の終わりだとで、これはもう中国に行って、ですね同業他社よりももっともっと安いものを作って、まあ、競争に打ち勝つか、それともですねこの,あの競争からもう脱出すると。 えー、いうことをですね選択しないといけないというですね事態に陥りました、それで,ですね、まあ、当時ですねどんな状況だったかっていうのを書き出すとですね、まあ、当時、あのトレーサビリティの管理っていうのを一切してませんでしたし100%外国材でものづくりをしてました。 でですね、当然ですけれども、価格競争の中にです、ね、超低価格競争です、ね、の中に巻き込まれてです、ねえー、剥離どころかです、ね、赤字に至ってです、ね、まあ、社内もです、ね、社会もです、ね、なんか喧嘩が絶えないですし、なんか利己的な状態になってです、ね、もう私の人生の中に笑いがあの消えていったんですね。 で一方ですねフェアウトさんと出会ってですね、えー、フェアウト宣言をして、まあ、あの合法木材国産材の経営にですね、切り替えてからですねもううなぎ登りのようにですね、えーまあ 売上は減っていくんですけども、えー、黒字に転換して、ですね、えー、営業利益率がですね、えー、今年に至っては7%まで回復したということで、えー、何が起こったかというと、ですね、トレーサビリティが今、100%、明らかなものしか使わないということと、フェアウト、国産材、でですね、仕事もですね、えー、競争じゃないんですね、もうあの紹介と匿名ですね。 えー、それでですね、そうやってご紹介いただきますので、えー、最初からバジェットが分かってますので、 まあ、自分でですね利益を出せばいいと、えー、従ってですね、えーあのまあ、適正な利順が確保できる、えー、それからですね、えー、当然です、黒字の経営になりまして、えー、なんとなくですね紹介したりとされたりとか、ですね、えー、自分もまた紹介したりなんていうことで,です、ね、であったかい人間関係になりまして、なんかお互いを思い合って、ですねとってもあの私の <laughs> 人生に笑いがあの戻ったというようなことです。 当時ですね、2008年前っていうのがですね、まあ、こんな感じで中国でですね、ものすごい地平線の向こうまで見えるような家具工場にですね、大量に木が運ばれてというようなですね、こういうものづくりをやってまして、まあ、当時、ですね、それであのこうやってあの。 えー、私が使っている木がですね、えーまあ、熱帯雨林の破壊とかにですね、えー、関わっている可能性があるみたいなことをですね、えー、環境団体ですね、FOE さんとか WWF さんにですね、指摘されまして、えー、その時に勉強したのがですね、えー、この WWF ジャーマニーのです、ね、ボルネオ島の,です、ねえーまあそのジャングルがですね ものすごい勢いで今、な、えー、くなっていってです、ね、えーまあ、ここにです、ね、日本の企業が非常にあの関わっているというような話を聞きました。でですねまあ、自分の知ってる あのジャングルというのはこういうのがボロネオ島だったんですけど実はこんなことになっているみたいな写真がですね、えー、見せられたということですであのその後ですね、まあ、環境宣言をしてすべ、まあ、てのです、ね、トレーサビリティの管理をしてですねフェアドパートナーさんに全商品のです、ね、トレーサビリティの管理書類のです、ね、合法性の証明というのをですねものすごいあの本当に 何百枚何千枚というです、ね、書類を、えー、確認をいただいて、えーえーまあ、合法性の証明というのを実現しましたで当時です、ね、こ2008年の9月18日にです、ね、岩手県湯泉町のものすごい山奥にです、ねえーまあ、案内されて、えー、FSC のです、ねえー、林をですね 訪、えーまあ、ねた時の写真なんですけども、まあ、こんな感じでですね日本中の山に入りまして、えー、日本のですね、まあ、森林、えー、それから林業製材業木工業がですねどういう状態に陥っているのかということをですね、えー、あのお連れいただきましてであの片っ端からですね まあ、合法木材はもちろんなんですけれども、今、ここにです、ね、前に並べてますけれども、こういったです、ね、国産材に切り替えられるものはです、ね、もう徹底的に片っ端から切り替えていこうということで,で、すね全国の縁のある産地のです、ね、木々を使った家具作りというのに着手をし出したのが2009年ですね、本格的に関わったのです。 被災したです、ね、杉の木を使って、まあ、こういったあの椅子を作ったりとかです、ね、で今、5人の,あの方がです、ね、これの1000人で雇用をあの取り組んでいただいています。 あとですねこれ、物塚村なんですけども、しいたけ原木の原木栽培の木がですね大きくなりすぎてしまって、えー、誰も使わないのでということで、えー、これ、なんか何とかなんないかということで、ですね、まあ、あの地域の、あのこれ、部坂町をはじめ、ですね地域の方々に一緒にですね、えー、まあどんぐり材を使った家具作りということをですねご協力いただきました。 でですね、今どんどこどんどこです、ね、こんな感じで、えー、あのこれスープストックさんですね、のお店だったりとかそれからこれは環境省のビジターセンターとかですね、こういったのは出店地の地域の木を使ってですね、いろんなあの例えばこれは甘み 野生生物保護センターなんですけど、これは奄美島の中だけでですね仕事をやりきるということで、これ、琉球松を使って、えー、仕事をしました、それからですねこれが、えー、セトレ・マリーナ琵琶湖っていうですねリゾートホテルなんですけども、これもですね琵琶湖周辺の木を使って、えー、全てですべ、ね、て家具作りをしたと、まあ、ホテルだとですねやっぱりあの最小投資で最,最大利益、えー、ですね、早くあの投資を回収するということで、ですね中国でですね、 家具を作るっていいいうう会社が多いんですけども、まあ、こういったです、ねえー、地域の木を使ってホテルを作ろうじゃないかと地域とつながろうじゃないかというような企業が出てきています。でこうやってですねオーナーさんと一緒にです、ね、山をほっつき歩きましてで、えー、こういったです、ね、地域材をずっとこうあの大事に貯めてるです、ね、これ川島さんというおじいちゃんと出会いましてでこの川島さんからです、ねえー、木をです、ね、大量にあのえ込、ーまあ いわゆる譲っていただいてでこれをです、ねえー、こうやって家具の部材に、えー、裁断してです、ねでえー、うちの協力工場さんで作ってでこうやって掘っているようにです、ねえー、家具が作られたとで最後にです、ね、今あのすごく面白いプロジェクトを取り組んでおりましてこれ鹿島建設のです、ね、環境部の方からです、ねえー、あのいただいた話なんですけどもともとですね これはあのマンションでの物件なんですけどもあの船橋、えー、北部清掃工場のですね、建て替えで、まあ、この清掃工場の建て替えにあたって、えー、臨時残材をですね、この清掃工場の中でえ使い回そうじゃないかということで声がかかったんですけど、結局はですね、えー、前例がないということで、えー、船橋市役所の方からですね えー、ペケが出てですね使えないことになりまして、まあ、それをですね、えー、あまりにももったいないので、まあ、弊社がですね1本1円で、えー、船橋市から譲り受けまして、えー、それでです奈良176本とかですね、まあえー、全部で200円ぐらいのお金でですねこれらの木をですね、えー、買い取りまして。 えー、この木に積載するのに10万円払いましてそれからです、ね、これをです、ね、トラックに積んで,です、ね、弊社の協力工場を秋田に運んだのが1台14万円ですねそれはトン10トン車で2台で28万円。 ですね、投資しましてでこれがあの秋田の立鉄産業さんですねに持ち込みまして製材して、えー、天然乾燥ですね10ヶ月して、えー、それでこうやって家具を作ってですねマンションに納品をするということでですねこれ11月にですね竣工します、まあ、こんな感じでですね、まあ、弊社はですね、えー、何やってるかというとです、ね、これあのおまけでついてきたのがですねなんとですねあの諸塚村で家具作りをしたらですね あの、ね、矢部社課長からもご案内ありましたけども今ですねそれがご縁でなんでこのおじちゃんがですね東京で諸塚村の木を使って家具作りをやってるのかっていうことで,ですねあの諸塚村の子たちが毎年毎年ですねこうやって訪ねてきてですねおっちゃんのですね取り組みトレーサビリティの話をですね一緒になって勉強してですねで私が諸塚村に行くとこうやって 歓迎していただけるというようなです、ね、まあ、そういったの関係ができてきたということで、まあ、本当にあの経済活動、ですねビジネスだけじゃなくて、なんかこう人間関係がで,す、ね、できて、なんかあったかい気持ちになれると、えー、そんなようなことがです、ね、ビジネスを通じて、えー、国産材ということを通じてです、ね、実現できるというようなことを体験しておりまして、まあ、こんなことをです、ね、どん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 あの皆さんとつながってやっていきたいというふうに思っております。 <え>ありがとうございました。